はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。ロマリバーというわけで、ロマンシングスがリユニバースの実況をしていきたいと思います。今日はね、多分ガチャが新しいの来たりとか、あとね、ロマサガ3のリマスター版が発売されたんですよね。やりたいんだけどね、ちょっとだけ時間を置こうかな。というわけでね、来てますね、新しいガチャが。HD リマスター版ですね。やりたいな。追加要素とかあるのかな。あるよね、多分。あと、多分、モンスターの手こ入れされてるよね、ちゃんと。最後のやつ出てこないやつとかね。何体かで出会ったことあるけど。ジュエルビーストじゃなくて。虫の、ビートルだっけ忘れたけど。リザードロードと、鋼鉄あたりは見たことあるかな。それ以外はあんまり見覚えがない。というわけで、まず無料ガチャから弾みをつけていこうね。ほら。ロマサガ3はね、相当やり込んだからね。スーファミ版ですけど。ただ私、好きな、なんかユリアンとハリードが好きすぎてね、これ前も言ったかな。ユリアンとハリードアホみたいに何度もやり直してましたね。セーブデータを消して、また初めからやり直して、病的にやってましたね。わ、これもあんのか、ロマンシング祭り。一度限り。なるほどね。まあ、いいでしょう。全部各3回ずつ攻めますか。とりあえずこっちから行こっか。ロマサガ3ピックアップガチャね。カタリナさん、ノーラさんが、主役なのかな。さくさくいきますか。まあ、3回、まあ、10回かける3やれば、どっちかのエセサーラ引いてもおかしくはないでしょう。ジャミール、リッチ、ビクトール、ビクトール、レオニード。レオニード、なんだこりゃ。トーム。メラルド？あれ、ロフィーンからのレオン。あら、なんだこの人みたいね。どうちゃら好きすぎ問題。まあいいでしょう。これから。はい、来ました。いただきかな。はい。ミカエル。今回の新規の方がミカエルかな。ホーク、ウォード、ジェームズ、エメラルド、アンリー。じゃね、掃除。あ、ハリーだ。このハリーだもん、信じた。そして、エンリケ。はい、来たー。ジェラールはい。撃って出るぞ。父上、お守りください。お前じゃないんだぜ。そこじゃないだろ、ジェラール。まあまあ、とりあえず、SR と、A はしてましたね。2回。カットインとマタドール覚える。いいね、マタドールね。でも、わかんないようなカウンターズって結構重いからね。金のテラメラを覚えると、モニカと一緒のやつを覚えるね。カウンター攻撃ダメージ上昇。へぇ、カウンター強化か。あんまり見覚えがないやつだね。そう、なんか服までのイベントが来てますね。ラグゲザーザーの天地2段。あ、スタン中か。でもな、8重いな。できませんか。アルベルトと一緒だね。自己再生1が。BP 回復もついてる。ダメージも受ける。ラスト。とりあえずラストね。いや、わかんない。無縁室熱いから。無縁室のひらめき熱い？レオニード、ヴァンパイア、レディ、バーバラ。バーバラ。いや、気に入ったら弾んでおくれよ、バーバラですよね。バーバラもう、マックスなんだよな。ルージュ、ハーマン、ディアナさんに、ハーマン、何の絵してくれるの？みんなでパー。そしてゴールは、兄ちゃん、終わったー！ SSR は引いたんだけどね。そこじゃないんだよな。ピックアップって、なんだろう。ピックアップってなんだろうな。割合上がってんだよね。0.2%。より1%の方がまあ出るよね。出なかったね。避けたね。華麗に避けたね。とりあえずこっち行きます。
考えてくこっちも。こっちってまあ言うたら復刻なんだよね。まあこっち別に3回聞かなくてもいいっちゃいいのかもしれないけど、まあとりあえず聞きたいか。うん、まあ結構ね最近ねジュエル結構試してたからね、いろいろやってたから。まあこっちは別に無理して聞くこともないじゃないか。ベオルク、まあ言うて持ってないとかいっぱいあるんだよね。オライオン、ジェイメツ、まあ、ベレリ、ベア、エレッド、アンギ、エンリケ、アジニーちゃん、ワタ、SSR 出るまでやるか、とか言ってると3回で済まないか。でも言うて多分これ復刻、イベント限定のやつとかの復刻もあるんだよね、多分ね。お、爆発した。おぉ、キャットキャットキャットももうレベル50だな。違うんだよな。嬉しいんだけど違うんだよな。ボルカーノてか余ったピースどうしたらいいんだろうね。まあ取っといたらいいかな。あった、お、ボルカーノの SSR エアスラッシュ来ました。よろしくウンディーンさん。てか何気に結構さ、うえー、そうかこれあったな。はい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 、ちっちゃい頃のボルカノ。割となんかストーリーに意外とさ、そのボルカノとウンディーネ300年後に結構関わってくるんだよね。あの割と根幹でね、意外玄武術とさ、スザクだったっけ、その2人のやりとり、ボルカノといえばベーツ、大体300年後まで禍根が残っているボルカノといえば。はい、そしてとりあえずエアスラッシュを、あ、そっか、エアスラッシュっていうね、これエアスラッシュって名前だけどさ、火なんだよな。マグマプロージョン、プロージョンだった。これ他にも使えたな。ミリアムが覚えたって。炎霊症 A か、範囲攻撃ね。まあボルカノか、なるほどね。へえ、視力上昇して与えるダメージ上がって丸に BB 回復。お、なるほど。まあ一応ピックアップされてるとこ引いたな。でも、一番この中で欲しいなんだろう。あ、モニカちゃんのこのね、これ確か持ってないというか限定だったんですか。ウンディーネね、ウンディーネ先生。で、カタリナもいるけどね。ユリアン・ハリード、今日の虫。あ、これよく見ると。そっか、全員ロマサガ3メンバーなんで、これよく見るけどね。そういうことか。だからか。はぁ、あ。ピックアップ、さらに引き換え券がついている。引き換え券なんかもらった？引き換え券はロマンスリーグ祭りメダルとは異なります。詳細は知らせよ。なんかもらった私。知らん。知らない。もらったんかな。ああ、んこれ？これちゃうよね。これは一体、これ前のやつね。ほーん、こいつなんかガチャがある。これ見とこう。で、ガチャ待つってことで、ほらほら、どうしようかな。カタリナとかどっちか引くまでやりたいっちゃやりたいけどな。ヴァンパイアレディヘクトラー、お前もよう引く、よう引いた。でも自分ってでもまだレベル50になってないよね、ヘクトラーね。最初の頃は主力だったよ。ヴァンパイアレリー、リッチナーブルー、まあ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 、あとでしようかな。よい、まあでもこれでまたスタイルを伝達するのが楽しくなるな。ヴァンパイアレリー、クローリアさんだね。ジェイムツ、ヒラガさん、リッチ、アマンオリー、サクサク行こうじゃないの。いや、とりあえずどっちか出るまで引くかっていうと、まああと3回は引いてもいいからね、まだ使える。あれ祭りの方私何回引いたっけ。2回引いたのか。だったらもう1回引いてもいいかな、祭りというかフェス。トム、レッドにハリード、アンリー、オライオン。ああ、この辺よく聞くね。S と A、最近よく聞く？ビクトール。あんま弾かないときは弾かないんだよね。次に。オーク。弾かねえなぁ。余計な SSR 弾いたからなぁ。
どっちか聞きたいよね、やっぱり。あ、来たかな、頼むぞ頼むぞ。ジャミール、シエロ、ロビン、トム、エリアン、ノーラ、はい、ミネルバ、どこだ？エメラルド、ラストか？ミネルバ、やめてね、ジャミール止まんないで。期待させて。いや、待って待って、きつい、きつい。あー、こんなん初めてでもないけど、期待するぞ、今度。逆にひらめきない方が熱いとかね。うん、ヨハン最近結構イベント SSR3 回以内に引いてたんだけどな。ミネルドさん、ヴァンパイア、レディ、ドーム来たか。これ誰だ、これ誰だ、これ。え、お冬に入るの見ちゃダメ。アイサちゃん、これこの間のやつ。うん、ゲンさん、ヨハン、ドゥー、ヨハン、同じ人質じゃない？ユリアン。おやべえ、引けねえ、今回。いや、でも嬉しいよ、アイシャちゃんは。アイシャちゃん嬉しいけど。これさ、こないだのやつ？ 1 個前のイベントになってか、なんならさ、あの雪む、でも雪むりのやつってもう出んの？出なくない？違うやつか。デルタペトラ覚えるね。うん。スカイドライブ、SS 技。アイシャちゃん意外と火力高いからね。うん。反逆上昇、自身を回復。激破時にね。ああ、これ確定なのいいね。激破時だけど。うん。あ、そうだね、これ。あ、リーブローフの一つ大承認値。これ、まださ、まだやってるよね、これ。ちょっと待って。ん？これ、今、まだやってる方のアイシャちゃん？あ、まあ、弾けたのは嬉しいけど。あ、でも違うよね。これじゃないか。湯もみ楽しいじゃないもんな。違うやつだね。うん、まださすがにこっち出ないよね。うん。びっくりした。そっか、アイシャちゃん SSR2 枚目だったか。いや、持ってない SSR 結構あんね。うん。いや、引けねえ。引けねえ。もうやめよっか、さすがに。もういっかな。S 引きすぎたわ。引きすぎてこれか。いや、こういう時もあるんだね。まあ、だから今まで私の引きが良かったって、いかに引きが良かったかがよくわかりましたね。うん。何回回したん今。6回。何交換したいかな。ピースか。ピースだとなんか。あ、さすがに15回回して元気はない。ないです。むしろそれはまあやるのはサルウィンの時と思ってるんで。引き換え券交換所。なんだこれ。あー、ここでなんかゲットするのかな。あー、あっちもっと回したらええってことかな。15回回せば SSR10 円のチケットがもらえるってことか。そういうことね。だから1回回すと10もらえたみたいな感じか。うん。だって3回回すかね、こっち。もういいです。さっきのやつはもういいです。うん。やっぱ各3回は回したい私がいるんだよ。うん。そうね。うん。もういいです。そんな引けないんだったらもういいです。これもう1回だけ回そうか。やっぱ3回は回そうね。うん。3回は回そう。ちょっと10万切っちゃうけど。まず貯めればいい。貯めりゃいいんですよ。はい、うわぁ。じゃあね、まあ、いっぱいね、ピース手に入ってからね、シーフ、ピースとかね、いろいろね。うん、いいね。ビクトール、ジャーミーで、そう、もう一人だけど、ヒトシナノーラさん。いや、怪しいな、シエロブルー。あー、メディアムちゃんね、終わったー。はーい。たんなもんでしょ。まあ、ちょっと。まあでも SSR の引きが良かったんだよ。問題は、ピックアップが反映されなかったことだよね。されなかったわけじゃないんだけど。まあ、いいでしょ。持ってないとこも引けたからね。まあ、それはありなんですけど、ありのようでなかったようなところ。でもまあまあまあ、新メンバーがいっぱい増えたよ。うん。ボルカノ全然危険じゃない。ボルカノエクセシオン。いる最初結構上がるからね。うん。だけども全然。気力上がり、すごい下がり、すごい下がって。はい、はい。で、あれじゃんね。イベント中に、二人きりの人があっという間にマックスになるからね。うん。
はい。で、ミカエルもアクセスしよっか。うん。じわじわと上げていくよ。あとはなんかね、イベントというか、ちょっとお知らせ軽く見たけど、ツイッターキャンペーンの、リツイートキャンペーンが来てたね。うん。ね、よかったら、この機会にって感じかな。いいのも上げるよ。A だからね、すぐアクセスね。うん。1万4000でも足りるんじゃないか。全員足りない。うん。5000ぐらいマックスも。これもいいかな。まあいや、これでマスターレベルも上がるからね。うん。よしです。はい、マスターポイント。はい、というわけで、あとで新メンバーを迎え入れてね。うん。よし。で、あとはね、なんか来てたな。これか、発売記念ミッションってのが来てますね。うん。追憶の服までにはクリアする。なるほど。遠征の実行、遠征即時期間の実行。あ、これ、またいいね。ひたすらやれるな。うん。即時期間しまくれるやつね。うん。で、第2弾は徐々に解放されていくやつね。うん。で、エリーは無料分は買い忘れないようにしていきましょう。こんなもんかな。とりあえずイベントが始まったわけね。服までにね。相変わらずちょっと表示をしなくなりますが。マスターキャンペーンするとカレンダーが生まれたりすると。うん。でピックアップガチャが来てたりとか、うん。祭りが。はい。ガチャガチャですね。ガチャガチャ。いや、でも実際ちょっとね、ネロマサガスリーやりたいんですけどね。今ちょっと時間取れなくてね。やるなら動画とか配信で黙々とじゃないけど、うん、めちゃめちゃやりますけど、激闘大福まで、ネロマサガスリーキャラ1体以上連れてちゃおうですね。なるほど。っていう感じですかね。当てましたね。やりてー、やりてー。怒涛の30大キャンペーン、30大キャンペーンってめちゃめちゃすごいことがあるわけだね。うん。で、何があるのか見せていただこう。それで、うん、はいはいはい、発売記念キャンペーン、キャンペーン1、30代キャンペーンってやばいじゃないとかカウントダウンクエスト、ああ、これはもうやってましたね。うん。でキャンペーンでログボか、なるほど、ログボがあったり、3330円、お前のすげえありがて、助かる。うん、そっち使った分書いてくるんですよ。うん。でピックアップガチャですね。はい、全く聞けなかったんだけどね。はい。で、ロマンスングフェイスですね。はい。うん。ピックアップガチャが、はい、はい、はい。うん。能力値育成キャンペーン。へぇー、サンベーダーってやつね。はい、はい、はい。うん。福間伝で上がると。うん。で、福間伝が開催されています。よーと。雪だるまを召喚できる。うん。で、激闘大福魔伝。あ、これは違うな。追憶の福魔伝と激闘大魔福魔伝はまた別か。なるほど。うん。で、エレン着せ替え衣装ね。そうそう。これ最初にエレンのピースいっぱいもらいましたね。ありがたいです。で、カタリナのね、ピースもあって、カタリナの、ピースいっぱいもらいました。ありがたいです。ロマンサガー3キャラクターからの贈り物。タップして話しかけると、ほう、なんかあんだ。へえ、それ知らない。その機能あんだ。マジか。今までもあったのかな。全くやったことないけど。HD リマスター版発売記念、その1。うん。ああ、さっきのやつか、ミッションか。うん。ああ、第2弾と第3みたいな感じか。ローディング中のイラストが変わる。ああ、なるほど。はい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 。ロマンサガ3のやつになるよ、みたいなやつね。で、ロマンサガ3のキャラクターピースが登場するよ、スペシャルショップに。で、ウィークリーショップにも登場する、ザクザクの3倍。あ、3倍だってなんか道理で9万とかもらえたわけだ。びっくりしたわ。3倍なんだ。2倍、いつも2倍じゃん。びっくりしたわ。3とかやたらもらえんだと思った。うん。裏道場の証が2倍。失礼。うん。卵の殻ドロップ2倍だったんで、もう全部やりました。トマツとかに全部つけました。で、守るたっぷりの不動産回数が2回から4回になるやつね。うん。イークリミッションのバランス調整。へぇ、そうなんや。まあ、詳しくは。で、これですね、さっき言ったやつね。ツイッターキャンペーンと、あとカミングスーンが、これから来る。なるほど。すごい、盛りだくさん。
いいですね。まさに祭り。何ロマンスガソリンキャラがいるね。これは、あ、ユリアンから、あ、ゴールドピースがある。すげえ。あ、この音符ついてるんですか。ミカエル。お、すげえすげえ。これいつ、なんかどんなぐらいの頻度でもらえるんだろう。おー、すげえすげえすげえ。これはすげえ。あ、なるほどね。結構おのおのが違うもんくれるんだ。あ、すごいこれ。これすごいね。え、これ今までもあったのかな、こういうの。私あんまここ正直見てなかったわ。ああ、それはごめんなさいだな。うん。ただ隠れてるとかない、この隠し要素。隠し要素とか期待し、ちょっとだけ。いないかも。もういないかな、この井戸とかさ。このどこかに隠れてるとかない?さすがにそんなやらしくないか。うん。こんなんあったんだ。ここいつもたまにフラッと眺めるときあるけど、だいたいね、他のプレイヤーさんとかだからさ、なんかあんまりタッチするのがはばかられるな思ってやってなかったけどさ。うん。あ、なんだなんだ、何さた?あー、すごい、これちゃんとこういう場所で決まってんだ。今、道場を触ったんだね、私は。あー、じゃあこれちゃんと鍛冶屋とかさ、ちゃんと場所で決まってんだか。入るのいいけど。入るのよ。よくわかったね。うん。はい、というわけで今回はこのぐらいにしていきますか。それでね、いろいろガチャとか来て、ロマンスガ3の HD リマスターの発売記念ということでね、いろいろ盛り上がってますんでね。うん。よかったら皆さんもね、いろいろとやってみてはいかがでしょうかということでね。ではでは、お疲れ様でした。さようなら。